興味深いニュースを知りました。アメリカの第7艦隊原子力空母エイブラハム・リンカーンが、朝鮮半島近くで軍事演習を行ったというのです。何と言っても、朝鮮半島近くの演習ですからね。こういったことには、賢い北朝鮮は当然気づいたでしょうし、おじけづいたかもしれませんね。それを期待したいところですが。2021年12月27日、2022年3月5日の2回にわたって、弾道ミサイルと推定される飛翔体を発射した北朝鮮。3月15日のアメリカ海軍第7艦隊発表によると、ICBM、大陸間弾道弾を発射する恐れがあるので、エイブラハム・リンカーンなどを参加させて、朝鮮半島の西の公海で演習を行ったということです。また、この声明では、日本と韓国の防衛について、アメリカは関与を続けるとした上で、北朝鮮による ICBM 発射実験は、近隣諸国や国際社会への脅威となっている。自国と同盟国の安全を確保するためには必要な対応を取り続けるだろうと強調しました。アメリカは、同盟国である日本や韓国の防衛に協力すると言っているようですが、本当に戦争が起こったら、自国を捨てて、こちらを守ってくれる。と勘違いしない方がいいですよね。やはり、最後には、自国や自国民が大切なのは、日本も同じです。多分。アメリカのインド太平洋軍は、北朝鮮のミサイル発射の回数が、去年より増えたことを受けて、3月7日から、情報収集活動を強化していました。同時に、周辺地域のミサイル防衛部隊の即応体制も強化していたのです。すると、3月15日新情報が飛び込んできました。アメリカ政府系メディアが民間の衛星写真を根拠とした判断を報じたのです。内容は、北朝鮮が3月上旬、平壌の順安空港にミサイル発射台付き車両設置用のコンクリート土台を設置したというものでした。この事実を分析した日本、アメリカ、韓国の3国は1週間以内に北朝鮮が新型 ICBM を発射する恐れがあるとして警戒を強めています。アメリカ空軍はガデナ基地から電子偵察機を離陸させ9時間にわたって日本海で情報収集を行いました。翌日には北朝鮮がミサイルらしき飛翔体を発射したという速報が入ったのですが、官房長官は現時点で北朝鮮が弾道ミサイルを発射させたとは確認できていない。船舶や航空機などへの被害に関しては特段の報告はないとも述べています。北朝鮮はまた弾道ミサイルの発射を繰り返していますが、いわば空き巣狙い鬼の犬間に選択的な行動です。つまりロシアのウクライナ侵攻に世界の目が集まっている現在、東アジアが手数になると、こうをくくった上での発射でしょう。ちなみに、北朝鮮は、国連でも、ロシア擁護の立場を示しています。自分に制裁を加えている国連で、ロシア VS アメリカ、イギリス、フランスという、対立構図が出来上がり、安全保障理事会が、全く機能しない今が、チャンスと判断したとみられます。国連の安全保障理事会の決議というのは、常任理事会5カ国、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国と、非常任理事国10カ国で構成されていますが、常任理事会のうち1国でも拒否権を発動したら、どんな決議であっても否決されてしまいます。ロシアのウクライナ侵攻を非難する決議をロシアが賛成するはずありませんよね。即拒否権発動でした。安保理が形骸化していると言われて久しいのですが、今回もそれを痛感させられました。
だからこそ、北朝鮮がやり、たい放題、に見えるなのです。でも、こうやって、自分の力と存在を、ことあるごとに、世界へアピールせざるを得ない、北朝鮮という国も、案外余裕がないのでは？と思います。北朝鮮外務省は、欧州第一局長のキム氏が、3月3日、中朝ロシア大使と会談したと発表しました。両国間の戦略的協力を一層強化するための問題を討議し、差し迫った相互の関心事である、地域と国際情勢として、ウクライナ問題についても会談したと見られています。また、同省報道官は、ウクライナ侵攻の原因は、全面的に、アメリカと西側の覇権主義政策に、責任があると、批判。同時に、アメリカと西側が、ロシアの正当な要求を無視し、NATO、北大西洋条約機構の東方拡大を進め、ロシアを圧迫し、ヨーロッパの安全保障環境を破壊したとも主張しました。3月2日の国連総会特別会合では、ロシア非難決議が、圧倒的多数の賛成で採択されましたが、数少ない反対票を投じました。北朝鮮の国連大使は、国連での会議で、以下のように強弁しました。我々の自衛的国防力強化措置は、中長期的な国防科学発展計画を遂行するための国として、正常な活動の一環だとして、弾道ミサイルの発射を繰り返していることを、自衛のためと正当化しました。前述のように、アメリカのバイデン政権含め、ヨーロッパ各国や日本がロシアのウクライナ侵攻への対応に気を取られている隙に、ミサイル発射実験を常態化しようと企んでいるようにも思えます。その一方で、中国へは気を配った様子がうかがえます。キム総書記は、オリンピック開催に合わせて、習近平国家主席へ親書を送りましたが、その中では、二国間の協力強化を確認したようです。根回しをしたということでしょうか。これによって、ミサイル発射だけならば後ろ盾でもある中国の機嫌を損ねないと判断したようですね。ミサイルの方向はいつも日本海日本の方角ですから。例えば、方向を間違えて中国へ発射してしまったら大変なことになるでしょうが、そういったことはありえないでしょうね。3月9日には、韓国大統領選挙が実施されました。その結果、野党の保守系、国民の力ユン・ソンギョル氏が、わずかの得票差で当選しました。この大統領選挙への牽制の意図があって、北朝鮮は中国へすり寄ったのではないかという見方も出ています。前大統領のアヤ氏は、新北朝鮮で日本を敵対視して、アメリカと距離を置き、どちらかというと、中国やロシア寄りだったことはご存知でしょう。しかし、新大統領に就任したユン・ソンギョル氏は、日韓関係の改善を公約に掲げました。と言っても、政権の危機になれば、日本へ矛先を向けるだろうと、推理してしまうのは筆者だけではないと思います。それは、ともかく、最初だけにし、日本との友好関係を口にする新大統領ですから、北朝鮮は、韓国が、再び、日本やアメリカ寄りになることを不安視して、先手を打ったとも考えられます。つまり、我々、北朝鮮の後ろには、軍事大国中国がついているのだから、舐めるなよというのが本心でしょうね。3月16日に発射された弾道ミサイルは、2月27日と、3月5日に発射された ICBM 級のミサイルと同じものと推測されています。北朝鮮はいろいろなタイプの弾道ミサイルを持っているようです。飛翔の後半から滑空起動できるようなもの、リフティングボディで
弾頭の浮力がより大きくなり、滑空距離も超なって、上昇下降を何度も繰り返すタイプなどだそうです。いずれにしても、北朝鮮が日本に向けて発射した場合には、日本に近づくと方向を変えるわけです。ということは、迎撃はかなりというか、非常に困難ということは容易に想像できますね。つまり、大変な脅威ということです。ですから、発射される前に撃滅するべきだという考えから、敵基地攻撃能力を保有すべきではないかという意見が上がり、急務とされていました。また、北朝鮮だけではありません。ロシアと中国も、機動式弾道ミサイルと、極超音速滑空ミサイルの開発先進国なのです。ロシアは、前者も後者も、すでに実戦配備しているだけではなく、中距離極超音速ミサイルの開発も進めているのです。中国は、数種類の機動式弾道ミサイルと、極超音速滑空ミサイルを配備して、日本に向けているのです。こういった数々の弾道ミサイルから、日本を守るためには、それ以上に、高性能な弾道ミサイル迎撃システムを開発することが必要ですし、発射以前に敵ミサイルを攻撃する敵基地攻撃能力を保有するべきであるという声が高まりつつあります。そして、日本が弾道ミサイルの運用、使用と核弾頭の保有しているかもしれないを匂わせることが、相手に弾道ミサイルを撃たせないための抑止力になるという意見も多くなっています。抑止されるような国ならいいんですけどね、逆効果にならないことを願います。